土佐で、交通、高知県、交通、高知県、交通株式、会社は、高知県、高知市にあった、路線バス、高速バス、貸切バスを運行していた会社である。2014年10月1日より、土佐電気鉄道、土佐電ドリームサービスとともに土佐電、交通株式会社へ、事業を統合した。かつては、麦から、足摺岬三崎、大月町、柏島まで、 東西3 0 0トル近くに及ぶ広大な路線網を要する四国地方最大のバス会社であった。1990年代から進められた地域別分社化によって営業エリアは縮小されたが、土佐電交通へ統合されるまで高知市と湯洲原町を直結する長大路線を持っていた。1987年、四国の事業者としては初めて高速バス部門に進出した。 当初は県庁前とタイを短絡する県内路線のみであったが、1990年8月に阪急バス、土佐電気鉄道と共同で開設した大阪線に進出して、以来都市間連絡路線を次々に開拓し、現在では東京から福岡に至る大規模なネットワークを持つに至っている。貸切バス分野の事業でも古くから高い県内ジェアを持っている。 2009年1月25日には、土佐電気鉄道との共同で、電車、バス共通の IC カードですかを導入した。これに伴い、車内放送で、運賃区会停留場の場合、運賃区会ですと、運賃区会停留場を過ぎた場合、運賃票が変わりましたの放送を追加した。朝倉電停付近を続行運転するバスかつて運行されていた夜行バス。 サジ号に使用されていた、日の RS120 が対価に記す、バス事業についての内容派とさで、運交通への移管直前の2014年9月30日時点の、ものである。所在地の、高知県は省略した。車両の仕様として、過去にはバンバン循環線専用に整理券機、運賃表示機を装備しない、タンク管仕様があったが、バンバン循環線が水木循環線として、 経路変更となった際に全車が整理検知、運賃表示機を装備することになった。経由幕表示窓も基本は中扉の後ろ側だが、車両により前扉の後ろや中扉の前側、上側にあるものも存在した。扉仕様も現在は前、中扉仕様だが、過去には前のみや前、後、扉仕様もあった。路線車は現在では系統別で使い分けている。 新宿駅で出発を待つ、夜行用車両シマンと、ライナーを除く、全便と佐電気鉄道との共同運行、その他の路線ごとの共同運行会社はに記す。停留所や運行に関する詳細は、各記事を参照すること。予約、発券業務のみ、とさし、ドラゴンバスは、全線300円で、その他の一般路線は、高知市内近逸区間を除いて、 初乗り最低運賃は140円の大機路制で、高知市内近い区間内は200円である。張間や橋を中心に、朝日駅、朝日駅前通り、奥、福井、水木坂中広市、石立十字路、南川の瀬、杉井流東、人頭橋、金田橋、三橋通り5丁目、高知港、西原見住宅前、北六千字、塩江南小通りの各総合館。 ただし、バンバン公民館2から水木坂中央館のみは140円で、ある。ありがとうございます。